中国共産党のスパイ気球がアメリカ領空で発見され米軍上層部が緊急会議を開催中国共産党に対する封じ込めがエスカレート各国でレッドラインを踏む中国共産党は応接不可公安警察が24時間葬儀場に駐留4月に感染ピークが再来化 アメリカ国防総省はアメリカ本土上空を飛行している中国共産党中共のスパイ気球を今追跡していることを明らかにしました気球はアメリカの核施設に出現しブリンケン国務長官の訪中前夜だったため注目を集めています 米軍は2日午後中共の偵察用とみられる気球がアメリカ本土上空を飛行しておりその軌道を注視していることを明らかにしました高高度偵察気球はアメリカモンタナ州で初めて発見されましたモンタナ州はアメリカの主要な陸上核ミサイル発射場でありアメリカ国防総省によると気球は多くの敏感な地域の上空を飛んだといいます 気球はカナダからアメリカに入り、民間航空機の高度をはるかに超える高さで飛んでいると分析されました。アメリカ国防総省によると、中共の偵察用気球が発見されたことで、米軍の高級将校が緊急会議を開き、機密情報が盗まれるのを防ぐために、直ちに行動を起こすことを決定したとのことです。 あるアメリカ高官によると、ジョー・バイデン大統領はすでに関連速報を聞き取り、関連爆僚に軍事的選択肢について尋ねましたが、国防総省当局者は撃墜せず、軌道を注意深く追跡し続けることを推奨しているといいます。破片が地上の民間人を傷つける可能性があるため、アメリカはまだ撃墜行動に踏み切っていません。 アメリカ、中国間の緊張が高まっていますが、今週末にはアントニー・ブリンケン国務長官が北京を訪問する予定です。この時期に中共が偵察用気球を使用してアメリカ領空に侵入したことは、両者の関係を揺るがす恐れがあります。スパイ気球事件がブリンケン国務長官の訪問に影響を与えるかどうかはまだ不明です。 アメリカ当局者はすでに中米中共大使館の高官を召喚し明確でわかりやすいメッセージを伝えたと述べましたこの事件を受けて名前を伏せたアメリカ情報当局者がワシントン・ポスト紙に語ったところによると中共はまれにアメリカ本土に偵察用気球を飛ばしたことがあるといいます同様の気球はこれまでにもハワイやグアム上空で目撃されておりこの気球は誘導装置を備えているといいます また近年日本上空でも同様の気球が目撃されており2020年には東北地方の仙台上空を飛ぶ下部には十字状のものがぶら下げた気球が日本の防衛省によって厳重に監視されていると称されていました次のニュースです2023年中共は各国からの軍事、科学技術、外交など多くの分野で展開された封じ込めに直面して最悪のスタートを切ってしまいました 1>, 1週間足らずの間にアメリカ、日本、カナダ、NATO などが軍事、科学技術、外交、人権などの分野で中共に対して集中的に行動を起こし中共外交部は連日の記者会見で迎撃するなど対応が困難な状況に陥っています2月2日、アメリカはフィリピンとの間で米軍が利用できるフィリピン国内の軍事基地を5カ所から9カ所に増やすことで合意し 台湾とフィリピンに対する保護がさらに強化されることになりました。また、NATO は日本との軍事協力を深めており、日本が NATO 代表部を設置し、NATO もインド太平洋への関与を高めることになります。また、中共が武力で台湾を攻撃しようと妄想しないよう示唆する共同声明も発表しています。 ほぼ同時期にイギリスとオーストラリアの外相、国防長官による年次2プラス2会談が行われ、やはり中京が地域最大の脅威とされるインド太平洋の安全保障に焦点が当てられました。中国が挑战しようと国際秩序、発動了、艶膜場、診断外交和太海内海化等々、このような措置は、不断、延長に威勢する国際の注意安全。

1>, 1月30日アメリカはチップ大手の日本オランダと手を組み中国への先端チップ製造装置の輸出を制限しましたがこれは中国のチップ産業にとって死刑宣告に等しいです1月31日アメリカが中共の大手科学技術企業であるファーウェイへの技術輸出を全面的に打ち切りファーウェイの技術的生命線が完全に断たれたと複数のメディアが報じました 外交面では中共は国際的に孤立した状態が続いていますヨーロッパの小国チェコでさえ前日新しく選ばれた大統領が台湾の蔡英文総統と電話会談をしその翌日にはチェコ下院議長が3月に台湾を訪問すると発表しています もちろん、中共にとって最大の外交的打撃は、春に行われるマッカーシーアメリカ下院審議長の台湾訪問です中,中共型多の間際、カナダ下院は2月1日、2年以内に1万人の新疆難民を受け入れることで、全会一致で可決し、中共にまた人権カードを投げつけました。 の中国では今回の疫病が勃発して以来当局は感染死者数を隠蔽してきましたしかし大起源が入手した内部文書で中国共産党が24時間体制で火葬場に警察官を配置し情報の漏洩を防いでいることが分かりました 中京疫病予防管理センターは2月1日昨年の都市封鎖解除後全国の累計感染死亡者数が約8万人に達したと発表しましたまた死者数のピークは1月4日に発生し一日に4273人が死亡したことを改めて説明しました 自治評論家で生物学者の李延明博士は新東人テレビに対し統計データまたは国民自身の体験からも中共のデータは真実からかけ離れていると指摘しています 1>, 1月30日世界保健機関 WHO のテドロス事務局長は中国の本当の死者数は WHO に報告されている数よりも間違いなく多いと直言しました中共が感染は収束していると強調する一方で世間からは感染して死亡したという情報が頻繁に流れています私の 疫病が収束せず国民が苦しむ中、中共は武力で疫病流行の真相を隠蔽しています。 大紀元が入手した中共の内部文書によると山東省在南市では当局は現場の治安を維持するため葬儀場に24時間交代制で大量の警察官を配備しているとのことです以前のブルームバーグの報道では感染死亡者数の真相が漏れないように葬儀場の外で警備員が記者を退散させたといいます 情報が遮断された中国では火葬場稼働状況を見ることが感染死者数を追跡する方法の一つになっていますワシントン・ポスト紙が1月上旬に入手したアメリカ宇宙技術会社マクサ・テクノロジーズの衛星写真には北京から南京さらに生徒や昆明など中国6都市で葬儀場の活動が飛躍的に急増し 遺体を運ぶ車や仮葬を待つ市民の長蛇の列などが見られ、中国で大規模に人が亡くなったことが示されました。昨年12月24日にマクサ社が撮影した衛星写真には、北京郊外の通州市にある葬儀場に新しい駐車場らしきものが建設されている様子が映っています。同市は関連する衛星画像を比較した結果、拡張建設日時は12月22日またはその数日後であり、 その2日後に葬儀場に100台以上の車が駐車される現象が続いたと結論づけました重慶の高南葬儀社の受付係はメディアに対し6年間働いてきてこんなに忙しかったことはないととろし衛星写真と一致する状況であることを示しました 旧正月期間中も病院や葬儀場は混雑していますが中共疾病センターは2月1日に数字を発表し疫病流行の第1波のピークは新年以降に過ぎ去ったと主張しましたしかし外部から質疑の声が上がっていますある上海市民の話では自身の母親は大みそかに亡くなり方向葬儀場では滑走に少なくとも1ヶ月かかると言われたそうです ネットに投稿された動画では新年の期間に北京、ハルビン、吉林、カナン、遼寧、長春、山東、重慶、高祖の病院が人で溢れかえっている状態であることがわかります。台湾大学公衆衛生学院の千長健教授はラジオフリーアジアの取材に対し、中共の感染状況の統計は国際基準と逸脱し、 外部の人間が政府のデータに基づいて中国での感染状況を正確に把握することはできないと述べましたまた声明説4月5日の後中国が次の感染ピークを迎えるとの見方を示しました過去新冠的染の最短是要到元 船長賢教授は中国で疫病が再蔓延しているのかはっきりするのは4月上旬以降だと思うとしました。 今日嘅疫情最前线就到呢度，多谢各位收睇，守护真相绝对唔会放弃，我哋嘅坚守需要大家大力嘅支持，更加需要大家订阅我哋 patreon。我系 Zack，下次再同大家见面。